はい、どうも、ケンでございます。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。はい、まあというわけでございましてですね、今日はねマッサージの魅力についてねお話しさせていただきたいと思います。はい、マッサージね、あなたはマッサージできますかね。これ見てる方はね、あのセラピストさんの方が多いと思うし、まああのマッサージとかね、そういう人を癒すとかそういうことに対してこうまあ興味を持ってらっしゃる方がまあ多いと思うんですけども、まあね、あのマッサージって言ってもね、あのいろんなマッサージあるでしょね、指圧とかね、普通のもみほぐしだったりだとか、まああのオイルマッサージだったりだとか、足つぼだったりタイマッサージだったりとか、まあ全て共通にして言えることが、人の手でやるとね、で人の手によって人の体に触れてやるということは全部共通してますよね。要は人の体に触れるということがまず前提になってるんですよ。でこのね、人の体に触れるこのマッサージという、こう条件のもとだと、人は人の体に触れることもそんなにこうなんか抵抗なくできるし、で触れられる方も、あ、マッサージしてもらえるんだって、マッサージしてもらえるっていうところで、逆にこうなん逆にというか、なんかこうなんかなんかありがたいなみたいなね、嬉しいなみたいな感じにこうなるじゃないですかね。だからマッサージを受けるってなると、やっぱりこうね、ありがたいものというかね、あの尊いものというか、そんな感じの受け取り方じゃないですかね。で実際マッサージを受けるとなるとさ、やっぱさ、例えほらなんかまあ日給パーのもみほぐしだとかつってね、まあ今もそれがスタンダードになってますけどもね、60分ね3000円って言ったらね、結構ね、昔はほら60分6000円だったんだけど、リラクゼーションマッサージも今もう本当にまあ、一時期は半額マッサージだなんてね、言われてる時もありましたけど、もう今それがスタンダードになってね、今ちょっと少しずつこう値段上がってきてるんだけども、まああのリラクルさんとかね、結構値段、結構てかまあ少しずつ値段上げてきてるじゃないですかね。だからまあ、まあいいんですけども、まあでもね、60分のマッサージね、3000円ってね、あの支払う方からしたら、そんなに安い金額じゃないんですよ。だって、まあ、マッサージ以外の別のものと考えてみたら、まあ、1時間かけて、まあ、昼食取りますと、ちょっといいランチ食べますよって言ったら、3000円ってね、結構ね、結構いいもん食えますよ。ね、そうじゃないですか。ね、3000円出すと結構いいもん、食べれるじゃないですか。だから、あの、3000円っていう金額は、決して安いもんでもなくて、何かしらサービス受けるときに、3000円って他のものとこう比べた場合って結構なね、あの、金額になってくるんですよ。だから、そうやって考えると、マッサージというものは、まあ、それだけ、まあ、価値のあるものというか、尊いものなんですよね。うん。まあ、でもね、まあ、下手くそじゃ話にならんとね。やっぱちゃんとね、受けて、ああ、楽になった、ああ、気持ちいい、ああ、あの腕受けてても気持ちいいね、終わった後も気持ちいいね、スッキリしたっていうのがやっぱり、まあいいわけだって。でですね、まあ、マッサージができると何がいいかというと、まあ、セラピストだったら、まあ、お客様つきますよね。で、一般の人ね、まあ、本当にセラピストはね、マッサージうまくて当たり前なんだけど、本当にマッサージセラピストじゃないね、マッサージに興味ある人を癒すことが好きだっていう人は、やっぱね、もっともっとこう、マッサージのね、このスキルというのをね、こう、もっとこう、なんていうんですかね、いろんな勉強してですね、こう、高めて、よりこうね、人に喜んでもらえるよね、マッサージスキルというかね、マッサージができるとね、何がいいかというと、あの、やっぱ人の体に触れられるっていうのが一番、すごいことなんです。これすごいことなんです、本当に。だってね、いきなり初めて会った人の、ね、体に触れるんですよ。触れるんですよ、体にいきなり。そんなことできます？普通のことで。ね。いきなり会ってさ、飲み会とかでさ、あ、どうも、みたいな感じで会ってさ、まあ最近はね、コロナで飲み会っていうのもあんまりないかもしれないけど、まあ初めて会った人、まあ男女問わずですよ。ね。あ、どうも、って会ってね、なんか、こんにちはってね、こう会話して、で、その人の肩にこう、ベタベタ触れます？ね、背中とか肩とかに。何の条件もなしで触れることなんてないじゃないですか、まずね。これが、でもね、これがマッサージやりますよっていう、マッサージを受ける、やるっていう風な関係になると、その人の体にずっと触れられるっていうね、5分でも10分でもね、30分でも触れることができるんで、こうほぐしてあげたいとか、こうツボをね、こう刺激してあげて、こう、心地いい状態というかさ、こうほぐしてあげたいとかね、ツボ刺激によるこのツボの効果とかだって、まあいろいろあるけどさ、まあそういう風にね、まあドライマッサージだったらどこでもできるじゃないですか、もう衣服着た状態でもできるからいいんだけど、だからそういう状態で、で、いつでもどこでもマッサージって実はできるんだよっていうところをね、あの、知ると、本当にこれ、まあ僕がやってるこうフリーマッサージですよね。このフリーマッサージプロジェクトなんですけども、もうその人独自のマッサージによる、ね、その人の人生の中での、まあプロジェクトみたいな感じでね、まあやっていただけたらなと思うんだけど、これね、僕がね、フリーマッサージプロジェクトをね、立ち上げた時のこの、まあ理念っていうかっていうのが、やっぱりね、このマッサージというものをセラピストだけのものにしておくのではなく、もう本当に、ね、マッサージが好きだとか、マッサージなんか人にやってあげたいとか、人に何かこういい、こう影響をこう、自分主導でこう何かこう与えたいんだっていうね、そういう、人に、
マッサージをもっとね、学んでもらってっていうか、まあ、習得してもらってね、こうできるようになってもらって、その世界を広げてほしいと、人とのこの関係というのをもっともっとこう、なんていうかな、こう、オープンマインドっていうかね、オープンな感じでさ、こう、触れ合ってほしいってね。だってね、体と心ってすごく密接に繋がってるじゃないですかね。心ねと体ね、心が、疲れるとさ、やっぱ体も疲れるし、体が疲れてくるとやっぱ心も疲弊してね、疲れてくるじゃないですか。だから両者はもう本当にもう表裏一体密接に繋がってるわけですよね、心と体っていうのはね。だからこそ、もう人の体に触れるということは、で、その人の痛みに触れるということね、その人の疲れだったり、その、ああ、ここ痛い、ああ、気持ちいいっていう、そういうね、体のその、部位に触れるということは、その人の痛みだったり、その人の気持ちいいという、あのね、こう、なんていうかな、その感覚だったりというか、まあ、その人の心にね、触れていることと一緒じゃないですか。だって心で、体で感じ、精神で感じるわけだから、気持ちいいとかね、痛みだったりっていうのもね。だから、体をほぐしてあげて、癒してあげて、ね、こう触れてあげてというかさ、触れることによって、やっぱりその癒しというか、自分の優しさっていうかさ、なんかこう、相手をこう、ね、の、こう、和ますというか、なんつったらいいのかな、こう、よくしてあげられるじゃない。ね。だってね、やっぱり、ね、触れられるっていうのもすごい癒しなんですよ。ね。人間ってやっぱりさ、最初、この世に出てきて、このね、我々人間がこの世にね、おぎゃーとね、ね、母親から生まれて、最初にされたのって、触れ合いなんですよ。触れ合いね。触れてもらったんですよ。ね。取り上げてもらってね、さんまさんとかお医者さんと取り上げてもらって、そこでこう体にまずはね、こうゴシゴシってこうね、こう産湯でね、こうで綺麗にこうしてもらってっていう風に触れられて、もう本当にやっぱスキンシップなんですよね。まず最初にされたのはスキンシップなんですよ、我々っていうのは。だからこそやっぱり人に触れられるっていうことは、やっぱり最初のこの癒しなんね、だから癒しなんですよ。だからこう。自分はね、まさし不思議なもんで、こう潜在意識でね、この人に触れられるっていうのは、自分はこう人から触れて、こうね、こう癒してもらえるとか、人に触れられるとか、人にこう、要は、なんていうかな、人にこう触れてもらえるっていうのは、やっぱり自分のことを受け入れられているっていうことになるんじゃ、なるじゃないですか。受け入れられてる。だって、ね、その他者からね、こう、受け入れられてなかったら、触れてもらうこともないわけですよね。そうじゃないですか。だって、こう、ちょっとね、こうなんかのけものにされてるというか、まあ、そういうね、いい状態を保ててないのに、人とね、その人との間の状況が保ててないのに、触れられることなんてまずないわけですよね。だから、その触れられる側にとっても、ね、マッサージしてもらうこと側にとっても、すごくいい作用がもちろんあるし、これが、マッサージをやる側にとってもすごくいいんですよ。ね、だってさ、自分がね、マッサージやりますよという条件のもとでも、その人にから、ね、マッサージやる人から、触れることを許されたというこの状況、これがまさしくもうね、まさしくというか、まあ、その人から受け入れられたということになるじゃないですか。だってね、いきなりその人、電車乗ってね、いきなりね、その隣に座ってる人、いきなり触ったらね、何ってなっちゃうでしょ。ね、条件がないわけですよ。ね、そこが、それが、ね、それが、たとえ電車の中で隣同士になった人でもね、マスター、また、まあ、なんかちょっと会話をしてね、まあ、そんなことは、なかなかそういう状況ってないと思うけど、まあ、でもそういう状況を起こせないこともないと思うんだけど、ね、私セラピストで、まあ、セラピストって別にね、お仕事でやってる人じゃなくても、マッサージできる人は僕はみんなセラピストだと思うから、ね、私セラピストですってね、マッサージ得意なんですと、で、マッサージをすることが私好きで、で、いろんな人のね、肩のね、その肩のマッサージさせてもらって、いろんな方をこうね、なんか、まあ、その場で癒して差し上げるのが好きなんですみたいな、まあ、例えばですよ、例えばそういう会話して、ね、その人が、ああ、そうなんですか、みたいな、よろしければ、この場でもできるんで、少しね、あなたの肩を見させていただくことって大丈夫ですかっていうふうに言って、ね、あ、いいんですか、そんなのっていうふうな反応がなったとしたらですね、これね、もうすぐ、もうその場でこうやってあげることができるというね、で、触れられてね、が、そこで、こう、なんか、こう実現するというかね、こう現実化するっていうのが、これが僕がこうね、フリーマッサージプロジェクトですね。渋谷でね、佐々木さんもね、佐々木ダンサーセラピスト佐々木さんも、ずっと、まあ最近はコロナでね、ちょっとやれてないっ
ってふうにね、言ってたんだけど、もう渋谷の駅前でさ、こう折りたたみ椅子持ってさ、でフリーマッサージやってますよって言ってね、フリーマッサージやってますよって、でそこでね、声かけていただいた方に、はいどうぞっつって肩もみしてね。だから佐々木さんのフリーマッサージのね、動画の YouTube でね、たくさん上がってるんで、ぜひね、見てください。概要欄にもね、載せときますんで。まあそういう感じでですね、このマッサージができる、マッサージが上手、ね、マッサージをしますよっていう、こういう条件のもとだと、人と人というのはね、触れることも触れられることも、ね、お互いにこう許し合える、そこでつながり合える、ね、そこで感謝したり、感謝されたりっていう、こういう状態っていうのが、生まれるわけなんですよね。だから本当人とね、一気にこうね、親密になれるというか、仲良くなれるというか、こう、つながることができるんですよ。だからね、まあ僕の過去のね、YouTube でも、そういう飲み屋さんとかね、こう、で、こう、マッサージやってるやつとかね、そういういろんなとこでこう、旅行行った先でさ、そのね、旅行行って、海外旅行行った先の人にこう、マッサージやってるやつとかね、肩もみやってるやつとか、そういう動画もあるんで、ぜひね、見ていただけたらなと思うんですけども、だからね、本当ね、マッサージっていうものは本当素晴らしい。ね。本当人と人をね、つなげるし、本当にいいものですね。まあそんな感じですね。マッサージの魅力というのをね、今日はね、お話し、まあこのずっと言ってることなんですけどね、僕はね。だからマッサージセラピストさんは特に言いたいのは、もうそれだけ素晴らしい仕事をしてるんだから、だからご自身のそのお仕事というものにもっとこうね、まあ誇りを持ってる方はいいけど、ちょっとなんか自信なくなってきたなとか、なんか自分って本当にちゃんとセラピストとしてやっていけるのかなとかと思ってる人がもしいるとしたら、本当にね、まずはね、スキルアップしてください。自信を持てるためにね。やっぱりセラピストです。お仕事ですね。マッサージです。マッサージのお仕事です。やっぱり下手くそじゃ話にならんわけですよね。だから、やっぱりスキルアップはもう本当に、やっぱり勉強し続けるっていう、その道のプロになるには、やっぱり勉強し続けるっていうのは大切ですよね。だから僕も各種講座やってるし、あと僕の YouTube もいろんなマッサージ動画出してるし、もっと勉強したいっていう方はですね、僕の、有料コンテンツもあるので、そちらを見てもらうとさらに学び深くなりますんで、まあその僕の有料コンテンツの方もね、まあオンライン動画と DVD とありますけども、まあ最近はオンライン動画が多いですよね。もう DVD の時代じゃなかったりもしますんで、まあそちらも動画の概要欄ね、載せてありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ本当ね、やっぱこれからはね、もうやっぱ、このほら、コロナでね、やっぱ人と人がこう、なんか、こう距離を取りましょうね、ディスタンス、ね、ソーシャルディスタンスしましょうっていうのでさ、なかなか人と人がこう触れ合う機会っていうのがなかなかなかったじゃないですか。ね、マッサージの業界もさ、もう最近だいぶお客さん増えてきたけども、やっぱり本当最初の頃のさ、ほら、ロックダウンした時なんかはさ、本当に街から人が消えたし、で、リラクゼーションのそのマッサージ、ね、治療の現場でも、やっぱ人が、行かなかった、まあ、人が動かなかったんだよね、全体的にも。まあ飲食だってそうだしさ、もちろんね。だから、まあでも だいぶこう日常戻ってきたじゃないですか。でもここに来てまたね、こうなんとか株とかってね、なんか言ってるじゃないですかね、新しいやつが出てきてっていうでね。だからもうこれからね、本当どうなってくるか分かんないけど、でもやっぱ自分のその周りの人と同士のこのつながりの中ではさ、こう触れられたいっていうのは、まあできるわけで、まあ例えば家族とかもね、そうだし、身近な人ね、恋人ね、友人ね、の同士だったら繋がり合えるわけだから、だから本当ね、マッサージって素晴らしいものだなっていうね、まあ思うわけなんですよね。はい。だからね、セラピストさんは、マッサージというものを素晴らしいんだという思ってね、その人のね、体に触れて、その人の痛みに触れて、その人の、こう、辛いところ、疲れにね、ストレス、いろいろありますよ、今ね。その体、ね、心が疲れると、やっぱ体に反応が出るね。で、体に反応が出る。だから体を癒すと、やっぱ心も癒されるね。心が癒されると、やっぱ体ももっと楽になるんですよ。だから本当こう、循環してるから、だからね、本当マッサージセラピストの、役目、役割っていうのは本当に大きいんだなと思いますよね。この今のこの現代社会ね、特にね。というわけでね、マッサージってそのぐらい素晴らしいんだよと、本当にすごい効果、人と人とのね、本当にね、もう人類の根源というか、もうね、我々もう本当、生まれてきて最初に受けたのがマッサージなんだよっていうのをね、知ってもらえたらなというね、だからこそね、人っていうのはこうね、触れられるのが好きだし、触れることも好きだし、こう、つながり合えることがやっぱ好きなんですよ。はい。以上でございました。最後まで見てくださって誠にありがとうございます。動画がちょっと、よかったよという方はね、ぜひね、グッドボタンね、押していただけたら、嬉しく思います。はい。まあ、これを機にね、僕のことをね、知ったよという方はね、ぜひ、チャンネル登録もしていただければなと思います。はい。以上でございます。ありがとうございました。ではまた。